負けないよ。僕の番だね。終止符を打とう。行こう。絶対に勝つんだ。スーツ消し済みにしてやろう。私の番ね。もっと守れる力を。アヌビ、行きましょう。私を信じて任せてくそんなこと言ったって、このまま扉が開き続けたら、扉の向こうから。なあ、この動画知ってる？知ってる知ってる。これってさ、まさか。なんだこの声は。すごいすごい。いや絶対続くと思う。これたくま世界中の人この世界は現実世界の人々の多くの人々
みゆきの姿。ハルチカ、ようやく会えました。まさかハルチカの姉。今さらファンロンモンから。ああ、なんということ。戦乱の世にその黒きを。悪魔、ファンロンモンが。どうかハルチカ、お願い申し上げます。助けてくれ。次はないと知れ。ファンロンモンが本来の姿へ戻っていく。これにて安寧は戻りました。この地を取り巻きし憎悪の念は消え去ったのです。今後は正しき姿のファンロンモンがこの世界を守り続けるでしょう。ですが、その前にあるべき姿に戻りましたね、ファンロンモン。イナセンの巫女か。久しいな。ええ、陶器子孫の身をひととき借りて今こうして見舞いに立っています。弟が旅立ってから大切なハルチカ、あの子を思わぬ日は一日とてありませんでした。けれどこの身には家を継ぐ責務がある。家を守り、民の安寧を守り、人のしがらみに縛られ、この地へと渡ることは叶いませんでした。そしてようやく自由を得た頃には、我が身は塔に置いてしまったのです。ゆえに子孫に託したのか、再会の願いを。つくづくけなげなことよ。だが我が半身は。承知しています。ゆえに因果をねじ曲げここに立っているのです。愛しきハルチカを今一度抱きしめるため。さあ、我が弟の対なる獣ファンロンモン、ハルチカを返してくださいませ。とのことだ。もう聞こえているのだろう、ハルチカよ。汝が念願は今こそ叶う。長き苦悶と憎悪の日々はここに終わるのだ。主の体から光が、ハルチカの霊が飛び出していく。姉上。ハルチカ。姉上、私は何ということを。
過ぎたことです。もう良いのです。私が抱いた恨みの念が世を滅ぼさんとしていたと、いくら詫びても償いきれませぬ。ハルチカ、元来人と獣は一つのもの。獣は人の半身であり、うつしも獣はいつでも半身を認めてきたのだ。人は獣を見つめることで己を見つめる。人が己を認めることでそこに誠が生まれる。そう、誠だ。信じ合うからこそ人はさらなる高みへと至るのに。なのに私は水瀬の子、我が子孫に遺恨を残すような恐ろしいことを。ハルチカ。もうよい、もうよいのです。ハルチカ、その涙だけで十分ですよ。姉上、私を止めてくれた子らよ。はい。久しき時の因果に楔を打ったそなたらになる世を平定させる力があるよ。あとのこと見守らせてはくれぬか。そなたらが許してくれんなら。もちろん我も共に。姉上。さあハルチカ、行きましょう。今度こそ心安らげる場所へ。戦乱の世はもう終わったのです。あとのことは子供たちに任せましょう。はいはい、姉上。本当にありがとうございました。この世界を救ってくださって、おかげで弟と再び会えました。またあの頃のように共にいましょう。皆様はどうかいつまでも仲睦まじく生きてくださいませ。姉さん大丈夫か。ハルチカたちはもう光の中へ。主が正しい姿となり、扉が開いたことによって二つの世界がつながったんだ。それにより現代文明の影響がこの世界へ急速に流入しているのだろう。うん、流入じゃないわ、融和が始まったの。人間と魂の片割れである獣たち、世界と異世界の融和が始まって、ゆっくりではあるけど世界は変わり始めるの。どういうこと。つまり最古の壁画にあったように世界は本来あるべき姿に戻るのだよ。それはつまり人と獣神が一緒に生きる世界に。ああ、人々が獣神という存在を受け入れるにはまだ時間がかかるかもしれないが、先ほどのタクマ君の映像などで受け入れる土壌はできているかもしれないね。獣とアグモンたちと一緒に。そうか、それはきっといいことなんでしょうね。その変化を見届けてみたい。でもこっちから見届けることは僕らにはできない。僕らの世界には待っている人がいる。家族が、友達が、そして何よりこの融和の影響を受けて変化する僕らの世界で戸惑う多くの人々がいるだろうから。それに久しぶりに母さんのカレーを食べたいしね。
グモン。今までありがとう。君がいなければここまで来れなかったよ。僕はここでタクマとお別れなの？何を言ってるんだよ。もちろん一緒に決まってるだろ。母さんのカレーは絶品なんだ。アグモンも食べてみたいだろ。いいの？だって僕と君はかけがえのない相棒、パートナーなんだから。僕も食べたい。ファルコモンも行こうぜ。俺らが住んでいる町はここより賑やかなんだぜ。ああ、無論だ。どこまでも一緒について行こう。ねえ、ラブラモ。待って、言わなくてもわかるわ。もちろん、ずっと一緒なんだから。クネモ、一緒に行こうぜ。嫌だって言わせねえぞ。ドラクモ、どうする？お前も言わなくても感じてるか？まあな、俺たちは腐れんだ。シャクモンも来て。うん。ロップモンを連れて帰ったら家族は？いや、そんなのは関係ない。だってロップモンのおかげで今の自分がいるんだから。もちろん来るわよね。何聞いちゃってるのよ、分かってるくせに。ガブモン。うん、アキハル。二つの世界が融和したら、そうか、僕たち人間と獣神を隔てるものはなくなるんだよな。それってどんなことなの？うん、考えてみたんだけど、この先僕たちやアグモンたちみたいにパートナーとして出会える人たちが増えてくる、そんな気がするんだ。その可能性は高いと言えるだろう。当たり前のようにそばにというわけにはいかないかもしれないが、それでも自分の半身と世界を隔てることなく出会える可能性がある世界になるだろう。そもそも彼らと我々は互いに補い合う半身同士のような存在なのだから。それって新しい世界で新しい時代が始まるってことか。ええ、クマさんたちはその最初の世代になるのね。そっか、それは楽しみだな。よし、みんな帰ろう。僕らの家に。僕たちのサバイブは一旦ここで終わりだ。うん、たくま。こんなど田舎だったとはな。そういうこと言っちゃダメだと思うよ。でもさ、変なこと起きないよな。大丈夫だよね。何ビビってんだよ。まあその気持ちはわかるけどな。なんてったってここはさ、あの神隠し事件があった場所だからな。そんなに嬉しそうに言わないでよ。あの噂をちゃんと知ってるの？もちろんだって。だからワクワクするんだろ。確かこの辺りでモンスターに出会ってすごい冒険した人たちがいるんだろ。うん、ネットによるとデジタルモンスターデジモンだったかな。それと出会った人たちが最後には最強のモンスターに勝ったとか。それってすげえと思わねえ？はあ、俺もモンスターに会ってみたいよな。
でもそんなにいいことばかりじゃないって聞いてるんだけど、気性の荒いモンスターに出会うと襲われちゃうって。なんだよビビってんのか。じゃあなんでついてきたんだよ。そりゃその会ってみたいから。私もだろ。だからめんどくさい課外キャンプを口実にさ、この場所に来たんじゃないか。そうなの。そうさ。って今の声何。ここだよ。あの噂って。こんにちは、僕ちびもん。待ってたよ。天に輝く